はい、こんにちは、豆と申します。今回からこちらですね、チャイムを実況していきたいと思います。リクエストくださってありがとうございます。では早速初めからやっていきたいと思います。本日も悪夢で目が覚めました。はい、チュートリアル、はい、ようこそ梅雨朝町へ。あなたがこれから目にするのは、ある寒さも和らいだ季節の平凡な3日間、梅雨朝町にいる人々のちょっとした日常。なんか10人の人を動かしていくみたいな、そんな説明がありましたね。ここはそんな3日間の出来事を見渡せる不思議な空間です。ストーリーをどう進めていくのかご説明しましょう。この説明が終わったら、まずはこの画面に表示された犬のアイコンにカーソルを合わせてください。そうそう、私に合わせてみたいにね。アイコンは一つのシナリオを表しています。ほうほう。カーソルを合わせるとどの人物のシナリオか表示されます。アイコンを選択してシナリオを始めてください。シナリオが無事に終われば新たに別のアイコンが現れるはずです。新しく表示されているアイコンをどんどん選んで、いろいろな登場人物のシナリオを進めていきましょう。これがストーリーの進め方です。 OK。 どのアイコンがどの人物のシナリオかをプレイしていけば分かるようになるでしょう。そのうちシナリオの種類は2つ、デモシナリオとプレイシナリオです。デモシナリオではキャラ操作はできません。見終わったデモシナリオはそのアイコンの周りの色が変化します。プレイシナリオではプレイヤーがキャラを操作して与えられた目的をクリアしていきます。目的は、操作前に表示されます。クリアすれば目的クリアと表示されます。クリア済みのアイコンは周りの色が変化します。まあ、とりあえずクリアしたらアイコンの周りが変化するんだね。ところでいくつかのシナリオでは目的が2つあったりします。ある条件を満たしていれば普通の目的をクリアした後に追加目的がプレイできます。追加目的をプレイするために必要な条件は同じキャラ同じシナリオ内であるとは限りません。例えばやばい、なんだ、朝7時の追加目的をプレイするために朝霧翔太が朝7時に何だかの行動を起こさなければいけないという具合です。なんだかこれをやってみないとわからない感じですね。追加目的がプレイできる場合、アイコンに関するを合わせた時、追加目的解除済みと表示されます。どうしても追加目的の解除の仕方がわからない場合、もうストーリーをどんどん進めて、先に進めてしまいましょう。クリアしたシナリオは後で戻って再プレイできますので。始め方について説明は以上です。もう一度私を選択すると操作説明も聞けますよ。重要なヒントもありますので、ぜひ。ではごゆっくり。重要なヒント。ちょっと鼻噛んできます。やばいやばい、失礼しました。重要なヒントとか言ってたよね。ああ、なんか押しちゃった。もう一回押してみるか。動物アイコンの向き、基本的には動物たちが前を向いています。ですがシナリオをクリアした時、向きを変えることがあります。動物アイコンが後ろを向いていませんか？そのシナリオはまだ何かをやり残しています。やり残していると先に進めなくなることも。マジか、それは聞いててよかった。クモ式、ワンちゃんが主人公かと思ったら違った。朝霧翔太さんですね。7年前デモシナリオ、はい。朝霧、梅雨朝第一小学校7年前、それは運命の出会い、翔太の、初恋の始まり。このシナリオを始めます。はい、 Yes I do。 7年前の朝霧翔太、かわいいな。なんかちょっと画面ずれてるね。ちょっと、よいしょ、 OK。 鳴らずの鐘、町のシンボルになってるあの塔の中にあるらしい。鐘には恋を成就させる力があるというただの噂だけど、僕はあの鐘が鳴るのを一度だけ聞いたことがある。あれは僕が初めてあの子と出会った時のことだ。小学校、クシュクシュハハハ、こんなじゃないな。ここがあなたの新しいクラスよ。明日みんなに紹介するわね。は、一瞬だった、早いな。僕の初恋は突然やってきたのだ。その時
あら、鐘が鳴るなんてびっくりだわ。直したのかしら。だけどあれ以来今に至るまで鐘が鳴ったことはない。そう、僕が恋に落ちた瞬間、それを見計らうかのようにして鳴ったあの鐘、まさしく運命の鐘だ。そして7年経った今でも僕はあの子を思い続けている。長いなそれは。僕は成長して何の取り柄もない人間になり、彼女は成長してますます美しく聡明に。今でも身分も天と地の差だ。それでも僕は相変わらず絶望的な片思いを続けている。卒業式はあさって。もし僕が告白する運命なら、あの鐘がまた鳴るはずだ。鐘が鳴ったら絶対告白しよう。あの子、なんだ、上石あや。え、ああ、僕は言い訳ばっかりだな。オートセーブ。あ、マジでセーブ勝手に行ってくれるの？ああ、デモシナリオ。はい。ああ、もうしないよ。蝶々が出てきてるね。はい。なんて読むんだろうね。しずいし？あやでいいのかな。初日、6時、デモシナリオ。彩色兼備、容姿端麗、文武両道、まさに完璧少女。それが、しずいしあや。でいいのかな。あ、よかった、合ってた。しずいしあや。初日。うわー。広いお家。よく寝たわ。さてと、顔を洗って。ん？どうした？今頃あの人、もう起きているか、ん？もう起きているのかな？それともまだ寝ているかしら。彼の夢を見られてとても幸せな夜だったわ。彼も私の夢を見てくれるといいな。何、両思い？もしかして。いつか思いを伝えたいけれど。顔洗わなきゃ。マジで？もう両思っちゃってる？ああ。はい。それで次はこれか。初日7時。朝霧翔太。珍しく早起きの翔太。早朝の投稿には訳があった。はい。こっからなんかいろいろ分岐していくのでしょうか。はっ。よっしゃ、起きた。投稿はあと3回。なんとしてもなんとしても一度だけでも。よし、行くぞ。はい。学校へ到着。はい。あ、目標が学校へ行けばいいのね。ひたすらまっすぐ歩道橋を渡って、はあ、よし、んちぐらい学校に近ければな。画面上に表示される小目的に従いましょう。メニュー画面 XESC キー、いつでも確認できます。もうこれって全部オートセーブしてくれるのかな。あっぽいな。右に進み歩道橋を渡りましょう。歩行中にシフトキーを押すと走れます。じゃあ学校まで全力疾走。よいどん。歩く、走る、歩く、走る。他の家とかは入っていけないのかな。あの、早起きしたから木に水をやるとか。できない、できなかった。じゃあ進んでいきますか。もうね、走り抜ける勢いで、ちょっと道からそれちゃってるね。歩道橋？ああ、あったあった、これか。他のお家見れなさそうだね。もう学校に行くだけが目的みたいだし。とか言いながらね、なんかちょっと戻ってきちゃってるんだけど、なんだこれ。あ、いけない。もうまっすぐ進めということですね。わかりました。素直に従って歩道橋を渡って、びっくりした。チェックポイント。このようにチェックポイントを通過することがあります。シナリオ内で失敗してもチェックポイントから再開できます。はい。ほうほうほう。誰、なんか逃げ、めっちゃ逃げるる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 。ちょっと早いんだけど。追い詰めたぞ、怪しいおじさん。うやー、言って、すみませんって。まったく、このクソ忙しい時に。どこかで会ったことありませんでしたっけ。うん、おー、翔太か。大きくなって、まあ。あ、ずっと前に近所に住んでたおじさんじゃないですか。今も住んどるわい。なんかしばらく見なかったような。そうそう、もう3年かあいつを追い求めて全国を追って。そうじゃ。え、あいつ誰ですか。
見つけたんじゃよ、こうしちゃおれん。なんだ、あれ行っちゃったよ。あー待って、飛ばしちゃった。初めてのフラグ取得です。おめでとうございます。この行動によってどこかで誰かが影響を受けます。フラグを取得すると、いつ誰が影響を受けるか、画面左上に表示されます。ただしその影響がすぐ発動するとは限りません。今とにかく進められるシナリオを進めましょう。フラグを逃すといつか先に進めなくなることもこれからもなるべく見逃さないようにしましょう。左上に表示、ずっと右方向に進む。学校へ到達が、セーブがないってことはやっぱり全部がオートセーブっぽいですね。ということで、あ、ついちゃった。これが学校っぽいですね。あ、あ、よしよし、隠れて待つ。あー、そういうことか。あと3回行ったら卒業しちゃうからね、頑張って告ろうということですね。ぬぬ、おはようございます先生。よーし、随し、相変わらず早いな。あやちゃん、おはよう。先起こされた。オプションが表示されるようになりました。シナリオ選択画面の一番上、チュートリアルの隣に表示されます。オプションでは小目的、フラグのヒントを表示するかどうか選べます。はあ、さらにデフォルトでキャラを走らせることもできます。はあ、目的を達成しました。はい、おお、やっぱセーブしてくれるんだ。ということはこれは色が変わってるんだよね、クリア済み。うさっちゃん、なんかまた可愛いキャラが出てきたんだけど。じゃあ行きましょう。学校とは逆の方向へ歩き出す愛の彼女の向かう先は、はい、馴染みよしの愛のちゃん、行ってきます。さてと、はい、朝霧家へ到達。わかりました。朝霧家ってどっちだっけ。翔ちゃんの家はあっちっと寂しい公園の向こう側だよね。あー、さっき水をやろうって私が思ってたあの公園を目指していけばいつか。あ、もうここが学校なんだ。だから反対側にずっと行けばさっきの変なおじさんはいないんだね。じゃあとりあえず、あ、いるじゃん。おひゃ、え、いやー、お構いなく。こりゃ大声出ちゃいかん。きゃー、おまわりさん。こいつおれん。え、失敗しました。え、決定強制はチェックポイントから再挑戦できます。最初にやり直すエクスキュー。今のが失敗、おじさんにあったらじゃあ失敗なんですね今回は。わかった。じゃあもうアインシュタインを無視して、あー息止まってる。じゃあ降りなくてこっち側に行けばいいのかな。おじさんいる、見つからないように今度は逆にね。あー、見覚えがあるぞ、こっちに行けば。あー息止まり、こっちに行ったらお家が確かあったはずのようなもんし。あれあれ、ここら辺じゃなかったっけ。え、どれ、お家、あ、公園があったということはこれか。よし、寝てるかな、早いもんね。翔ちゃんいつも遅刻ギリギリなんだから、寝てたら起こさなきゃ。起こして聞いてもらおう。はあ、私ってはギリギリにならないと決心できないんだから。こっちはこの翔ちゃんが好きなんだ。二人ともギリギリか、ギリギリカップルってところね。カップルなんてバカ、私バカ。はい、ご飯、おはようございます、愛野です。目的を達成しました。はい、意外とこれ翔ちゃんの家に行かなくて学校に行ってたらよかったとか、そんなはないか。あー違う、なんか羊が、あー間違えた、羊が出てき、あ、オプションね、これがねオプションなのね。羊さん、じゃあ羊さんまで行こうか。なんだ、デモシナリオ、成績優秀だが気の弱い少年、はじめかな。今日も不良に呼び出され渋々応じる。はい、
大小原はじめ。ほら出せよ。うん、これだけだよ。少ねえな。これで全部なんだ。もうこれ以上は足りねえよ。明日持ってこいよ。だからもう金はそれだけしか。家にあんだろうが。家の金持ってこい。それはそんなことは。明日持ってこいよ。持ってこなかったら分かってんだろうな。いっ、こんなもんじゃ済まねえぞ。今日の10倍は持ってこい。いや最低だな。行こうぜ。ああ。ん？明日またここに来いよ。絶対逃げんなよ。来なければいいんだよ。ちくしょう。はじめくん来なければいいんだよ。ここに。はい。ヤギさんが出てきました。なんだ？自他共に認める秀才少女。読めない。裏路地にいるはじめを偶然発見する。はい。西大寺鈴音。はい。もう一生懸命勉強したのにな。全国5位って。自己最高なのに褒めてくれないっていう親が。そういうこと。彼全国3位なんて。ああ悔しい。絶対負けたくない。彼にだけは。なんだっけ。大小原君見てなさいよ。行こうぜ。ああさっきの続きだ。明日またここに来いよ。絶対逃げんなよ。きゃ、何よ不良って嫌ね。あれ大小原君何してるのかしら。畜生。はあ、なんであんなところで一人で叫んでるのかしらって。まさかさっきの不良に。どうしよう。大小原くんが不良と付き合ってるなんて。そんなことしてたら成績落ちちゃうわよ。今度の模試は私の勝ちね。大小原くん。成績コンプレックスっていうところか。はい。なんかいかついのが出てきたよ。はい。橘龍之介でいいのかな。全く新キャラだね。深夜の子、現場仕事を終え帰宅しようとする龍之介に闇討ちをかけようと不良軍団の手が。また不良軍団来た。龍の神、秋の神、森の神みたいな。おー、主流上がれ。うっす、お先っす。おー、次遅れんなよ。しゃあ、帰るか。はい。おーい、ちょっと待てよ。ヒロシ。名前、んだてめえは。ダブルドラゴンだな。龍に神。俺らが締めてやっから、もうてめえの時代は終わりだ。ち、雑魚が。来いよ、ダブルドラゴン。何、挑発それは。弱っ！ギャッ！つまらん時間つぶしだ。お、いたぞ、あ、ヒロシ。あいつだ。梅雨浅の僧侶、橘龍之進。やつを締めて、うちの族がトップ取んぞ。雑魚がまたわらわら湧いてきやがった。おい、ダブルドラゴン、ヒロシを闇討ちしやがって汚ねえやつだぜ。どっちが闇討ちに来たんだよ、バカ野郎。こいつから来たんだろうか。おい、てめえら油断すな。ち、また問題起こしたら現場クビになっちまう。逃げろ？ということは逃げるのがミッションか？逃げたぞ、おい。駐輪場へ到達。ということは、あいつらに捕まらずに逃げろってこと？厄介だな。ここをまっすぐ行けば、駐輪場まですぐだってのによ。特に追いかけてきたりはしないんだ。誰？わかったわ。仕方ねえ。まとめて相手してやる。来いよ。こら、お前たち何をしているということで、失敗しました。あいつらに見つからないようにして、
行けってことだね。あー、ここにいるから遠回りして行け。あ、こっちは行けないんだ。じゃあこっちからぐるーっと、ちょっと走ったらなんか急おお、見張ってる見張ってる。あー、いるいるいる。これを横を通り過ぎるとかできるの？できなさそうだね。ということはもう一個こっちの道に行くか。あー、行けないんだ。え、じゃあやっぱり横通って大丈夫なわけ？え、いいの？あ、こうやって、え、嘘嘘、え、ちょ難しくない？はい、こっちは行けないし、こう行けないんだね。え、やばいやばいやばい、来たのに？どういうこと？え？一番下まで来たよ。あーやばい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 、めっちゃ追ってきてる、めっちゃ追ってきてる、どうしよう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 、まあまあめい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 、あー増えた、やばい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 、いやあ、一番下行かなくてこれでよかったみたい。なんなんだよ。くそ、帰ってもちょっとしか寝られねえんだよ、たく。もう喧嘩も、族狩りもやめたってのに。ん？都会に憧れる族め。ん、誰か寝てんぞ、パツキン女か？え？エッチな族名、ウリか？おい、俺らと遊ぼうぜ。What? Do I hear anything? おい、ダブルドラゴンはどうすんだよ。ルセーナ、行こうぜ、姉ちゃん。いいとこ連れてってやるよ。Yes, yes, yes! I'm fine, thank you very much.なんとかなんとか。バカ、女に手出すなって高吉が言ってただろ。また締められんぞ。ひひ。
高吉のやつあれこうはぶってるが女が怖いんだよ、あいつ絶対。ゲッ、ダブルドラゴン、いつの間に。ドラゴン ?Yes, that can fly. 見つかっちまったじゃないか。じゃあ寝てもらうわ。キャー、うぐ。また見つからんうちにとっとと帰るか。んー、こいつ、俗習会の帰りか。 I'm going sleep. うん、right now.おお、この髪染めてんじゃねえのか。Are you dragon? 何言ってんだこいつ。I'm singing magic dragon live lived by the sea。 わかんねえっての、俺らの言葉で喋れっての。 OK OK You may sit down。 座れって、たく、何も喋れねえくせに一人でいいのかよ、何考えてんだ。ここはお前らの国じゃねえっての、ちゃんと喋れるようになってから来いよ。 Please let me sleep for a white... うん、わかんない。おい、こんなとこで寝んなよ、また襲われんぞ。もう寝てる。どうするよ、ポリはやべえよ、この前の喧嘩がバレちまってる。仕方ねえ、送っていくか。おいおい、おめんちどこだ。おい、起きろ。クローズ。なんだ、え、殺せよ。うちの近くの。絶対違うだろ、鉄筋屋じゃねえか。あそこ去年夜逃げして空っぽだぞ。んだよね、宿なしかよ。うさび、めんどくせえ、俺んちに連れて行くか。うん、やめません。母ちゃんがなんとかすんだろ。目的、もう私一番下までもうずっと何回も行ってたんだよ、本当にもう疲れたので、ここで終わりましょう。ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。